から外れようとする小島。そう簡単には振り切れない。くそ、何、もうびっくりする。アンジャッシュ小島かくあの人本当に本当に何もせず捕まってきますね。怖いマジも。命拾いした高橋みゆき。でも小島さんが教えてくれたから助かっちゃった。逃げ切るには運も必要だ。一方、ファーストステージを免除されたシードグループの者たちは、さあやっちゃいましょうか。いいね。おい、誰誰、分かってるわ。うるさいな。田中さん、なんでヤジ飛ばしてくんの。先発グループの者たちはファーストステージを逃げ切らなければセカンドステージに進むことはできない。周囲を警戒しながらハンターに備える金メダリスト。とりあえずね、さっきいきなり走ったら膝が痛かったんで。いや普段で昔からさ、俺追いかけっこねしてたことあるんだけど絶対鬼だったもん。こちらは柔道銀メダリスト小川直也。無理だな、入れねえなこれ。くそ、穴が。隠れ場所が見つからない。ここは見通しはいいけど逃げる距離が長そう。え、何がある、何、突如モニターにヘリの映像が映し出された。うわ、何あれ、生中継。ヘリの中には黒い影。ちょっと待って、ヘリ出動してるよこれ完全に。